僕をメロメロにしていろいろ聞き出すつもりかい？エッジ。力ずくで聞き出しても構わんのだが。なんだその格好は。これはあのな、奈々さんが手伝ってくれって文句ある。まあいい、俺のおごりだ、存分に飲め。断るというのなら分かってる。仕方ないね。それじゃあごちそうになるよ。でも人質を取るようなやり方は気に食わないね。奇遇だな、俺も貴様が気に食わん。さて、トウ、貴様は何者だ。僕はある時は悲しみをたたえたプリプリプリン、またある時は正義のカラス天狗かな。なるほど、まだ足りんようだな。貴様の目的はなぜ軍に追われている？かっこよすぎるからだ。ところで注意さん、君飲むの遅いね。よかろう、質問は後回しだ。おい遅いよ。まだまだ遅い。僕の勝ち。今のは俺の方が早かっただろうか。いや僕だよ。あ、手すきにもう一本。何、卑怯者が。男の子だね。リーンを助けた時の貴様の速さは俺より上だった。俺のカウントは12500、貴様のは5700だというのにだ。そうだったっけ。貴様は本気を出していなかった。他にもバロットを隠し持っていて、それを使ったのだ。そうだな。バロットはこれだけだよ。信じられるか。疑り深いな。信じるとすれば、貴様はただのバロットホルダーではないということだ。じゃあなんだっていうのさ。伝説の撃墜王。それ300年前の人でしょ。本気で言ってる。手配書では貴様がそうだと書いてある。信じてるの。そんな馬鹿げた話を信じられるか。奇遇だね、僕もだよ。だが軍の上層部は撃墜王を追えという。リヒトバッハオナ、貴様何者だ。まあまあ飲んで飲んで。貴様も飲め。答えろ、貴様は何者だ。もう酔ったの。同じことを何度も聞くなんて酔っ払いのすることだよ。貴様がはぐらかすからだろうが。はぐらかす。へえ、人のせいにするんだ。それが君の信念なんだね。俺の信念を侮辱するのか。ほらほら、すぐにそうやって怒る。罪を憎んで人を憎まず、もうちょっと広い心を持てないかな。貴様にかける情けなどない。そこがちっちゃいって言うんだよ。あ、今度からさ、アイアンジェールじゃなくてリトルジェールっていうの、いろんな意味で。ほらほら興奮しない、血圧上がっちゃうよ。まあ飲んで落ち着いて。俺は落ち着いている。ああいい飲みっぷり。俺にだけ飲ませているだろう。ほらまた疑った。悪い癖だよジェイルちゃん。変な呼び方をするな。貴様のおちゃらけた芝居になど付き合っている暇はない。男なら本気を見せろ。俺と本気で戦え。
こっちのセリフだよ、注意さん。これでいいんでしょうか。注意も本当は飲まずにはいられなかったんじゃないかな。あのリンデンの様子を目の当たりにしちゃったんだもん。私だって。男どもに飲みの何たるかを教えてやるか。はーい、楽しんでる。なんだ貴様。うわやば、ナナさん来た。真剣勝負の真っ最中だぞ、邪魔をするな。注意さん、ゴチになります。キャローン。なんだ貴様。あら、飲んで飲んで。やるね、注意さん。貴様もな。